さあ今、選手たちがグラウンドの中心へとやってまいりました。廃校が決まり、背水の陣で挑んだこの冬、三度この決勝の地へと赴いた金子高校か、それとも今大会ダークホースとして名だたる強豪を倒し決勝の切符を勝ち取った中島水産か。夏の聖地が甲子園というのであれば、冬はここ綾瀬が聖地と言っても過言ではありません。一体どんなドラマが繰り広げられるのか、それは誰にも分かりません。さあ今プレーボールがかかりました。さあそれでは各校のスターティングメンバーをご紹介いたしましょう。さあそれでは1回の表、金子高校からの先行となります。そしてマウンドには中島水産、宙をかけてきました。エースではなくよっちん選手がマウンドへと上がっております。さあ今プレイボールがかかりました。さあ第9、これが外に外れてボール。本日の実況解説は解説高橋さん、実況は私中村でお送りさせていただいていると思います。高橋さん、今回もよろしくお願いいたします。おお、いきなり打ったね。矢田部選手がこれがライト前のポテンヒット。おっと、しかしこれ戻れるか、これが戻れてセーフ。さあ、金子高校1番、矢田部選手がいきなり出塁。高橋さん、本日もお話が途中で切れてしまいましたが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。また中村さんとね、こういう風にやれるとは。いや嬉しいですよ。ありがとうございます。さあ2番、ここで近藤選手へと変わっていきます。さあ寄って振りかぶって投げた。さあここで矢田部選手が盗塁、これが悠々セーフ。いやーまさかですね、高橋さんとこういう風にまたお仕事ができるとは私も思ってもいませんでした。また今日もですね、決勝という舞台ですから、一緒に楽しく熱くですね解説ができたらいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。いやしかしですね、今さっき中村さんがね言ってくれた通り、どういう風な試合になるか分かりませんからね、スターティングの時にね言ってくれた通り、本当にどちらもやっぱりすごい力のある高校ですから、やっぱり一瞬のミスっていうところで勝敗が決まるのかなっていう風に思いますよ。さあここで矢田部選手、キャッチャーがボールを後ろにそらしたところを見て三塁へ進塁。さあこれでノーアウト三塁という状況となります。高橋さんはどちらの高校が勝つと思われますか？やっぱり流れ的に言ったらね、中島水産の方がやっぱり流れはいいんじゃないのかな。だってね、やっぱりダークホースとしてね、この大会出てきてここまでやっぱり名だたる強豪に勝ってるわけじゃない。やっぱ流れっていうのはね、野球に大事だからね。そうですか。私としては金子高校もやはり廃校というものがもうすでに決まっておりまして、まあ、3連続でやはり来ておりますので、そういうところの点だと金子高校の方がいいのかなと思いますが、金子高校もねやっぱり追い込まれてますので、やっぱそういうところがどこで力が発揮されるか分かりませんからね、本当に分からない試合ですよ。さあここでピッチャー交代となります。よっちん選手に代わりレイナ選手がマウンドへと上がります。さあそれでは試合再開となります。3番小山選手へと変わっております。さあスローピッチャーからスローピッチャーへと変わってきましたね。これ中島水産高校はどういう風な作戦なんでしょうか。さあ大山選手、これ初球を打ったが、これがショートフライ。これでワンアウト。どういう作戦なんですかね。金子高校にはね、やっぱこれまで戦ってきて、やっぱ自力があるっていう経験も豊富だからね、やっぱり速いピッチャーだとか、そういうピッチャーに慣れてっていうのを見て、やはりスローボールで、ああいう山なりのボールって難しいですから、そこを狙ってきたんじゃないですかね。そういうことなんですね。そうすると、やっぱりこの後にじゃあエース中島選手を投入して、急速差でこういう混乱していくという感じになるんだと思いますよ。中島君ね、やっぱり完成したピッチャーですから、やっぱりああいうふわっとしたボールでね、来た後にやっぱ速いと結構バッと打てないですから、目が慣れてなくてね、だからそういうのも作戦のうちだと思いますよ。変わりました。しかし、結構キャッチャーの工藤選手もこれ大変なんじゃないですかね。ふわっとした球の後に速いスピードってなったらやっぱり取れなかったりとか、まあ、見てるとね、まだレイナ選手もイッチン選手もなかなか肩が温まってないのかな、ちょっとコントロールがねあれだから、それだと結構疲れちゃうからね、そうするとちょっと難しいのかなと、まあ、ちょっと心配するところあります。さあこれがワイルドピッチで、しかしこれがセーフ。若干ホーム上でレイナ選手と相手選手矢田部選手がイチャイチャしておりましたが、まあこれも少し微笑ましい一面なのかなというところで、さあ試合再開となります。あれの2人付き合ってる、なんか付き合ってるみたいですね。あ、そうなの。なに、恋人同士でしょ。いいね、青春だね。いやもう青春ですね。さあここで中島水産ピッチャーが変わってカナ選手となってます。さあバッターボックスには5番斉藤選手となってます。先ほどの4番松尾選手はフォアボールで一塁へと進塁をしております。さあ金子高校は早々に1点を取る展開となりました。これはどちらかというと相手のミスというところなんですけど、ね、そうだね、ここで中島君投げるのかななんて思ってましたけど、なんかこう3点ちょっとするボールから選手の方が若干ね、さっきよりも速い球を投げるからね、まあ、徐々に慣れさせていくのかなよりかは、多分まだもうちょっと翻弄させたいっていう部分なんじゃないですかね。分かりました。さあ2球目、これを斉藤選手甘い球でしたが捉え損ねてファウル。しかしですね、いい球投げますね、女性ですけれども、伸びるよね、こうしっかりと球にこうね体重がかかってるから、やっぱこう打つのちょっと若干目測が変わるんじゃないかな。さあ斉藤選手外のボール球をカット。難しいんだよね、やっぱね、こうピッチャーコロコロ変わるのって目線変わっちゃいますからね。あ、やはりそうなんですね。さあ若干セカンドでレーダー選手がぼーっとしてるのがちょっとここから見えますが、さあ金選手投げた。さあこれを低め斉藤選手引っ掛けてしまいショートゴロ。さあこれを中島選手が取ってファーストアウト。これで2アウトとなります。さあ金選手ここで1アウト取った。さあ2アウトという状況となっております。さあここで愛理選手がバッターボックスへと立ってきます。この選手セーター返しうまいですからね、なんか最近自動車学校でね免許取ってて、なんかちょっと感覚ずれちゃったって今言ってましたけど、いやでもうまいですよ。やっぱりしっかりとボール球とストライクゾーン、ボール球とストライクのボールをねちゃんと見極めて、しっかりとストライクゾーンの球でね勝負をしてセンター返しってこう基本的なねことをちゃんとやってる選手ですから、やっぱそういう選手って強いですよ。バットコントロールのゲームにしてもそうですし。さあこれが坂に外れてボール。アーリー選手はやはり守備もうまいですからね、ちょっと体の線が細いですけども、まあそこも野球選手としてはやっぱりちょっと若干相手としたらやっぱこう大丈夫かななんて思っちゃうところもありますけど、それで結構痛打されてる選手多いですからね。いやだから人は見かけによらないってことですよね。いや難しいところですね。さあ金選手これが外れてボール。キャッチャー国道選手がこれを死に止めて、さあ進塁はなしく、これフルカウント。さあここはじゃもうちょっと点2アウトですけども、点を取りたいところですね金子高校。取りたいですよ。やっぱり相手がねちょっと波に乗れてない部分の時にはねちゃんと点取ってね、打って点取って相手に印象つけたいですから。さあ、カナ選手、これが高めに外れてファーボールとなります。さあ、ここで中島水産、タイムがかかりました。これ、マウンドに中島選手、エース中島いきますね。いくね、ここで来たね。すぐに来ちゃったね。さあ、バッターボックス、次は船木選手となります。さあ、投球練習が終わりました。さあ、試合再開となります。さあ、中島選手、ツーアウトですが、ここは抑えたいところですね。満塁ですし、いや、抑えたいでしょう。まだね、なんだかんだ1点しか取られてませんから、しっかり抑えてもらってね、やりたいですよ。さあ、中島選手、第9、これが外に決まって、ストレート、いや、やっぱ速いですよね、先ほどに比べると、さっきのね、作戦のうちですから、やっぱり多分、相手選手、まあ、バットの船木君なんかもね、多分すごい、さっきよりも早く感じるんじゃないですかね。初打席ですけど、やっぱネクストで見てるボールといきなりバッターボックスで変わってくると意外と困惑しますから、バッターっていうのは。さあ、3球目高めに浮いたスライダーをこすってしまい、これがフォームでアウト。さあ、これで3アウトチェンジとなります。金子高校、この回1点先取です。さあ、それでは1回裏の攻撃となります。さあ、中島水産高校、1番松田選手からの攻撃となります。さあ、1点先取されてしまいましたね、中島水産。ミスからのねところだったからね、やっぱちょっと痛いよね。やはりここは1本まずはヒットを打って、やっぱ打って点を取って相手に印象づけたいところですかね。そうだよね、結局まあ相手のミスから取られちゃった、自分たちのミスからね取られちゃったミスですから、点はね、その取られたって印象が多分ないと思いますので、ここはバシッといってね、しっかりといきたいところですね。おっと、これが松田選手に当たった模様、デッドボールで一塁へと走っています。まあね、やっぱりね、自分たちのミスで点取られちゃうよりもね、やっぱ打たれた方が結構来るんですよ、なんだかんだこう意識してなくても。さあ、ここで2番工藤選手がバッターボックスされます。この選手は本当に打つのがうまいですからね。さあ、これでまず引いて、さあ、松田選手一塁へ走っていく、田中選手が投げられない。これで松田選手二塁へ悠々進塁となります。いや、工藤選手はうまいですからね、本当バットコントロールが、うまいよ、本当に右も左もね出るような選手ですから、最近ちょっと若干なんか悩んでるところがありますけど、いや、でもそれでもやっぱりうまいですよ。本当に選球眼もいいですからね、本当器用なバッターですよね。こういう選手がやっぱ2番にいるってなると、やっぱ強いですよ。やっぱりいろんなことできますから、ヒット、レンドランからバスター、エンドラン、右方向への進塁打、盗塁からいろいろ本当できますからね、監督としたら本当に重宝する選手なんじゃないですか。ああ、やっぱそういうところなんですね。さあ、1回、岩沢選手が二塁へ牽制を入れて間を開けました。さあ、今度工藤選手バットを引いて、これもボール。やっぱり若干緊張してるんですかね、決勝だからね、緊張するでしょう、そこはね。さあ、一体どうなるのか。さあ、セカンド入って、これを牽制、しかしこれがセーフ。高橋さんおすすめの選手ってちなみにどなたなんですかね。とかね、国選手じゃないかな、ねえ、うん、さっき中島水産の方かと言ってるけど、やっぱり応援するよ、彼も。だってね、エースですし、うまいですし、やっぱ最後、廃校決まっててね、選手兼監督でやってますから、やっぱそこは最後、頑張ってもらいたいですよ。ああ、やはりそういうところなんですね。私としてはできればやっぱベテラン、古川選手に頑張っていただきたいなこと。さあ、工藤選手、これうまい。さあ、ショート飛び込むが取れない。さあ、レフトからの返球が返ってこない。1点、中島水産、ここで1点返しました。これで同点となります。いやー、工藤選手、うまく外側のボール打ちましたね。いやー、やっぱうまいよね。あそこに絶妙なボールでね。いやー、うまいよ、ショートだったね。矢田部君、ショートね。なかなか守備サインの広い選手は、本当ギリギリのところだからね。あれはちょっとなかなかできないですよ。さあ、工藤選手、会心の一撃でここで同点となります、中島水産。さあ、3番、菊池選手へと打順が回ってきました。さあ、ここで一発欲しいところ。さあ、高めのボールを振って、そい。さあ、同点となってしまいました。そして、打って点を返しております、中島水産高校。さあ、ここで牽制が入る。おっと、これがランナーの工藤選手に当たってしまった。これはちょっと痛いぞ。若干痛がっておりますね、工藤選手。いや、軟式でも痛いよ。あれ痛いよ、絶対。本当に。まあね、しょうがない。あれはしょうがないよ。さあ、気を取り直して、さあ、どんな球を投げるのか、岩さん。さあ、また二塁へ牽制。しかし、これが当たってしまった。膝に当たった。これは痛い。膝裏ですかね、あれは。裏だね。2回連続だね。あれはほんと痛いよ。なんだかんだ痛いよ、あれは。ね、まだ公式とかね、準公式とかの方がほんと痛いんだろうけど、軟式もなかなかこの冬場は痛いんだ。さあ、ピッチャー投げて、これが外に、内に外れて、ボール。さあ、若干2球当ててしまうというハプニングもありましたが、さあ、試合が続行されております。さあ、これが、おっと、菊池選手、甘い球でしたが、これを捉えきれずファール。さあ、打って1点返した中島水産高校、もう1点欲しいところ。3番菊池打てるか。さあ、岩沢投げて高めに外れてボール。岩沢選手もなかなか技巧派のピッチャーですからね、やはり意外と球速というよりかはキレがあるようなボールなんですよね、岩沢選手は。やっぱり外の逃げるスライダーもね、若干やっぱサイド気味に投げるから横にずれるからね、若干打ちにくいんだよね。それにプラスやっぱキレのあるストレートですから、それを考えると、なんかね、ああやって出し入れできるピッチャーってなかなかいないですからね。やっぱりベテランの域ですから、そこは。ありがとうございます。さあ、金子選手入らないで、さあ、岩沢選手、次を何を投げるか。さあ、またセカンド牽制、これは小園選手に当たらず、セーフ。さすがに3回目はなかったですね。いや、3回目はないよ。3回あったらすごいよ、もう。2度あることは3度あるって言うけどね。さすがに3回目はないよ。さあ、ランナーをじっと見つめる岩沢選手、さあ、投げた。これが内に外れて、ボール、ファーボール。コントロールのいい岩沢選手にしてみてすると結構珍しいことなんですよね、これって。いや、珍しいよ。ああやってなんかちょっと外れちゃう球ってなかなかないからね、岩沢選手。やっぱり若干打たれたのも気になってるところなんじゃないかなね。さあ、ここで4番江差鹿選手へと打順が回ってきました。ガタイがいいですね。ガタイいいね。いや、もうなんかホームランでも打ってくれるんじゃないかっていう感じだよね。バッティングフォームとかもなんかもういいよね。あっと、これがレフト痛烈。さあ、レフトに回って、さあ、二塁の工藤選手前に来た。矢田部選手から攻撃球、これを取れない。2点目。さあ、ボールが後ろに下がってる。さあ、三塁二塁の菊池選手もホームへ帰ってくるか、帰ってくるか。さあ、ボールが帰ってきてホームセーフー。レフト前の江差鹿選手、初球をレフト前にヒット。二塁の工藤選手が一気にホームイン、その後好返球が返ってきましたが、キャッチャーとりあえず後ろに送球をそらしてしまい、その間に菊池選手がダッシュでホームにイン、これはセーフ、これで3対1となります。いやー、打って返しますね、中島水産高校。先ほどミスで取られちゃいましたけど、やっぱり打ちますね。いつよ、本当にね、強打のチームだってここまで来たからね、すごいよね、そこまで打つのなかなかないよ、やっぱこういう緊張する場面で。相手はね、気候派のピッチャーですから。さあ、2球目を投げて、これが、おっと、中に入った、しかしこれをファール。さあ、これでワンアウトになります。いや、本当に、ああやって中外、中外で出し入れできるピッチャーからね、しっかりと甘い球を打つっていうのが、やっぱり、そういう根本的なところができてるチームがやっぱ強いですよ。見逃しじゃだめですからね、甘い球。さあ3球目を投げて、これがサードに行って、これがファースト。さあサードがこれでファーストでアウトにして、これでワンアウトを1つ取りました。さあしっかりとサードの松尾選手がアウトを1つ取りました。しかしその間にランナー3塁まで進塁しております。さあここで6番カナ選手へとなっております。飯島選手惜しかったですね。ちょっとやっぱ難しいね、球振っちゃったのかなっていう印象ですね。やっぱしっかりと甘い球がまだ来てますから、本当にいい時の今井選手、本当厳しいとこしか来ないですからね。さあ、カナ選手、初球を打ったが、これがピッチャーゴロ。さあ、これをホームで江坂選手、アウト。さあ、4点目は渡しませんでした、金子高校。さあしかし、カナ選手、ピッチャーゴロでしたが、その間に一塁へといっております。これでツーアウト二塁の状況となっております。さあここで7番山崎選手へと打順が回ってきました。筋肉打法、筋肉打法だね。なんかうねり打法やめたとかってぐんぐん筋肉で飛ばしますからね。さあ初球を打ったが、これを引っ掛けてしまうショートゴロ。さあセカンドにこれが送球がいってアウト。3アウトチェンジです。この回中島水産逆転をしております。さあ2回へと攻撃が移ります。さあ2回の攻撃、金子高校8番田中選手へと打順が回ってまいりました。さあマウンドには先ほどの回から投げているエース中島。さあこの回からバシバシと三振を取っていってくれるのでしょうか。さあ第9投げた、これが外に外れてボール。やっぱり若干ちょっとあれですね、実況席から若干日の光が当たって見にくいですけども、やはり球は速いですね、中島選手。さあ2球目決まってストライク。いやーいいよねー、なんか夏前ぐらいかな、若干太っちゃったけどさ、中島選手最近また痩せてきてさ、こういい感じに体のキレがいいみたいなんだよね。だからやっぱこのままね、全国優勝取ってもらいたいよね、中島水産高校に。いやーでもやはりこの決勝の舞台っていうのは本当に何が起こるか分かりませんからね。大投手でさえやはり優勝という2文字はない方が多いですから、そうだよね、だから本当に分からないよね、野球って何が起こるか。さあこれが隅に外れてボール。さあ 3-1 という状況になっています。田中選手やっぱ怪我がちょっとあれなんですかね、まだご本人はね、走り方忘れちゃったなんて言ってましたけど。さあ高めの球を振ってしまった、しかしこれがファウル。なんかね、まだ若干痛いなって、大丈夫かなって思うんですけどね、いつも。まあでも本人大丈夫って言うんで、それしょうがないですよね。まあそうですよね。ただ若干ああいう風に、ね、怪我をされてる中で野球やると、私も昔ちょっと足首をやってしまって、気が持ちでやっぱ長引いてしまったことがありますね。さあこれでストライク三振ありましたんで、ちょっとそこが心配な部分がありますね。そうだよね、怪我は長引いちゃうからね、やっちゃうと。さあ中島選手が田中選手を三振に捉えて、これでワンアウト。さあバッターボックスには9番岩沢選手が入っております。さあ先頭バッターを三振で切った中島選手、さあこのまま三振の山を築いていくか。さあ初球外に外れてボール。いやしかし金子高校、これまだヒットが矢田部選手だけですかね。ごめんなさい、ちょっと私忘れてしまったんですけども、やっぱり若干打ててないようなイメージの方が強いんですかね。そうだね、俺は忘れちゃったんだけどさ、なんか矢田部選手が初回ね、リュッチン選手から打ってたのを覚えてるけど、なんかその後フォアボールやなんやらでなんか微妙に1点しか覚えてないので、やっぱりちょっとこう打てないイメージというのが今のところ強いんですかね、我々の中でも。そういうことだと思うよ。だってね、やっぱり中島水産高校はさっきバッシリちゃんとね点を取ってますから、初回に打って取ってますから、そういうところでやっぱりさあこれを外に外れてボール、ファウボールとなりますなってますから、そういうイメージの中でやっぱ見てる人だとか、この高校打ててねえなっていうイメージがありますから、やっぱり当たりね盗んでもらってたんじゃなくて打って返さなきゃダメですよ。さあここで10番時藤選手に打順が回ってきました。さあこれでワンアウト一塁という状況です。さあどのような攻撃となるでしょうか。さあ初球投げた、これを初球スイングストライク。さあファーストの方に送球が来ましたが、これはセーフ。まあね、ここで盗塁っていうのもあるのかと思うけども、やっぱり工藤選手もね、頭脳派キャッチャーですから、そういうところはちゃんとしっかり頭に入ってると思いますよ。さあここで一塁ランナーが盗塁、しかしこれを春尾選手がカット。さあ一塁ランナー二塁へと進塁となっております。さあ攻撃のパターンが変わってきます金子高校。さあどのような攻撃をしますでしょうか。やっぱここセオリーだったら右打ちだよね。ただやっぱ中島君がね、やっぱ球の球威もあったり速いピッチャーですから、そういうとこ考えちゃうとね、やっぱ選択肢が定まっちゃって結局三振なんてこともありますから、もう自由に来た球を打ってもらいたいですよね。さあセットに入って、さあ投げた、さあこれが外に外れてボール。やっぱり外攻めですかね。外攻めというよりかは若干様子を見ているような感じですかね。そこのところやっぱりここで打たれてねやるよりもやっぱ抑えたいところですから。さあこれ高めでしたが、これがショートに入ってストライク、ショートが取って、さあおっとファースト落としてしまった。これがセーフで両者ともにセーフ。ショート真ん前のボールでしたが、もったいないことをしてしまいました中島水産高校。いやもったいなかったですね今のは。まあ、若干ねランナー浮かぶってでね、まあ、でもしっかりと丸尾選手が取って送球は良かったんだけどね、まあ、この時間のね、太陽すごいんですよ。ファースト結構見づらいんですよ。結構本当に見づらくてね、まあしょうがない部分あると思いますよ本当に。さあワンアウト一三塁の場面、さあキャッチャーがおっとこれを工藤選手がファンブル、そのうち間に一塁ランナー二塁へと進塁。さあバッターボックスには金子選手、金子高校選手兼監督の金子君が入っております。さあ廃校という名の決定事項のもとに悲願の初優勝を狙う金子高校、三度苦汁を飲まされておりますが、今回こそは優勝したいというところです。ここで1点取りたいところ。さあおっとこれが外にぐーっとボールが切れてファール。やっぱり力が入ってますね、彼も、入ってますよ、それ入ってますよ、ね、いろんなもの背負ってますから、ただね、監督兼選手でね、このチームを引っ張ってきて、そういう人物が打つと、本当、状況変わりますからね、さあ、外のスライダーをカット、変わりますから、そういう人物がね、切っていっている矢谷選手、期待に応えられるか。さあ2球目、高めに外に外れてボール。藤村選手、ここでカーブとかね、左とかね、なんか若干左の時にね警戒がすごいよね。それにアレルギーヒッターの矢谷君ですから。さあこれを流してファ、おっとベテラン古川選手、体で止めるか、送れない、送球ができない。金子水産高校、ここで1点返しました。さあ矢田部選手、サードの強襲ヒットでなんとか出塁。さあ期待に応えて、これでしかしこれで1点を返したという状況となりますが、これでもまだ2アウト1、3塁。さあ迷う場面ですね、ここは中島水産高校。さあ1球ファーストに送ってセーフ。いや今のはねベテランの古川選手よく止めましたよ。本当にやっぱ左バッターで若干スライスかかってるような球ですから、あれをね結構しかも意外とスライスすると取れないんですよ。さあランナーが走ったがキャッチャーあえて送らない。これで2アウト2、3塁の場面。さあまだまだチャンスが続く金子高校、あれでよく止めた方だと思いますよ。まあ、あの後ね、送球無理にして、それちゃったら大変ですから、いや、もうさすがベテランの判断だと思いますよ。さあ、近藤選手、これ打ち上げてしまった。キャッチャー工藤選手が取って、スリーアウト。最小失点で抑えて、チェンジとなります。強い選手ですからね。今日は8番という打順ですが、本当に右方向にすごいいい打球が飛んでいくような選手ですから、なかなか警戒が強いと思いますね。本当にね、岩崎選手の強いだとやっぱり横に来るじゃない。でも若干がね、軟式だったら詰まっても飛んでいくんで、いや本当に天敵だと思いますよ、岩崎選手。本当甘いとこ投げられませんからね。さあ外に外れてボール。さあしっかりと相手との間合いを確保しながらじりじりと攻めていく。さっとこれが当たったが当たってないボール。さあここでワンアウトを取りました。バッターボックスには4つの選手が入っております。さあ年納め1本欲しいところ。さあフルスイングをしますが、これがストライク。さあ現在、失礼しました、現在3対2という状況ですが、どのような風になっていくのでしょうか。さあ岩先生しっかりと振って、さっとこれがカットしてファウル。さあ内野がじりじりと前進する守備隊形の中ですが、ここはセンター返しできっちりとヒットを打ちたいところ。相手との前を詰めて振りかぶって投げた。おっとこれが内に外れてボール。しっかりと泳ぎできます預金選手。さあ岩崎選手も若干投げにくいと思いますよね。コントロールのいいピッチャーですから、それはあんまり心配ないと思いますよ。徐々にやっぱエンジンもかかってきますからね。さあ投げた、ここれを打ったか、上げてしまった。サードは取れない。ファウル。ね、いいですから、本当に。だから、ああいう場面では全然大丈夫だと思います。本当にこういうのはこの後ですからね。やっぱ、ふわっとした球投げた分、こう、ね、ビュッとした息のいい球を投げる。結構コントロールつかないんですよ、力入っちゃって。ああ、投げた。これを低めのボール球を振ってしまった。三振。しかし、一塁を走ってからいい振り逃げには成立ならず。三振。さあ、ベテラン、古川選手がバッターボックスへとやってまいりました。さあ、どのような攻撃をしてくれるのでしょうか。ベテランならではの技術、そして打力がありますからね、古川選手は。いい選手ですよ、本当に。さっきの守備もね、やっぱり経験をなさるものがね、ありますから。こんなに技術のある選手ですから、ね、多分それはね、3回の表へと移行してまいりました。この回は金子高校3番小山選手へと打順が始まります。さあマウンドには相変わらずエースの中島選手。さあ初球、これが高めに来ましたが、小山選手がカットしてファウル。小山選手打つところがあったら少しないんですけれども、そうですね、小山選手、外野の時ガンガンスライディングで取ってきますからね、話題性といいますか、先ほど高橋さんが言っていただいたようなアーティスティックな部分もあるのかなと思います。さあ、これも外のカット、さあっと、外のスライダーを泳いでしまった、これをセカンドが取って、ワンアウト。ちょっと若干今、グラフからボールが出かけてましたが、しっかりと取りましたので。これでワンアウト。さあ4番松尾選手へと打順が変わってまいりました。若干、最近バッティングでね悩んでますんで、これも結構欲しいですよ、4番としてね。ここしっかりとね、こうバシッといいピッチャーですから、いいピッチャーから打てるっていうイメージだったらしいですね。さあ2球目、これが低め外れてボール。基本的に中島選手はやっぱりスライダーとカーブの組み立てなんでしょうか。ちょっとこの角度だからね、ちょっとスライダーとカーブの時は分かるんだけど、多分フォークがあるっていう風に話をしてたからね、試合前に。だからそれも多分使ってるんだろうなと思うんだけども、やっぱちょっと分からないよね、この角度だと。いや、ちょっと申し訳ないね、本当に。さあ2球目外れてボール。やはり球はでも本当キレがいいですね。冬場でこれだけスピードが出てると本当にバッターとしても辛いんじゃないですかね。まあ冬夏関係なくね、速いピッチャー打ちづらいですよ。特に中島選手に打っていうのは球にボール力が乗ってますから。さあこれが外に外れてファーボール。打ってますからね。本当にそういう部分だと当てたらちゃんとしっかりミートしてね、当てないとボール飛んでいきませんから。やりづらいピッチャーではありますよね。さあ、5番、斉藤選手がバッターボックスへと入ってまいりました。松田選手が1回牽制を食らいまして、若干ファーストの方でこけておりましたが、そのことは気にせず、さあ、試合の方に戻ってまいりましょう。さあ、走塁した、これがセカンドへ好走塁だが取れない。二塁、松尾選手、二塁へ盗塁を試みて、これがセーフ。さあ、ランナー二塁という状況となっています。ランナー二塁。さあ、点は与えたくない中島水産高校、3対2。これが中に入ってストライク。やっぱあの球がパシッと決まるとやっぱ難しいですよね、打つのは。あのスピードでね、あのキレでね、あそこ投げられちゃったら出ないですよ、もう本当に。私だって見逃しちゃいますよ。大体見逃してください、怒られるんですけど。ね、あの球をやっぱこう、クッとカットできるぐらいにならないとあれですよね、やっぱり。さあ、若干高橋さんから、お叱りの言葉を、私にも当てはまるようなお叱りの言葉をいただきました。さあ、試合に戻っていきましょう。1回二塁へ牽制しましたが、これがセーフ。さあ、この回点を与えたくない中島水産、しっかりと目の前のバッターを抑えたい。さあ、二塁へ牽制、これがセーフ、ギリギリでしたね、今、松尾選手、危なかったですね。いやー、やっぱうまいね、牽制もね、うまいよ。さあ、バッターでアウトを取りたいところ、中島選手、セットポジションから。投げた、外に決まってストライク、三振、中島選手、ここでいい球が決まった。いやー、今のストレート、アウトロー、スドビンでしたね、今の。いやー、気持ちいいね。今のは気持ちいいね。もう完璧ですよ。もう中でね、意識させた後の外ですから、いやあれはもうね、なかなか手が出せないですよ。さあ、バッターボックスにはアイリ選手が入っています。いやー、ここで怖い選手来ましたね、ついに。いやー、中島水産高校も恐ろしいですよね、本当に。金子高校もやっぱ打順がいいですから、やっぱ次の選手、斉藤選手はやっぱりどちらかといえば好打者ですから、その後にまた好打者のアイリ選手ですからね、気が抜けないですね。いやー、本当だね。さあ、高めの球を振って、これはファール。中島君もね、今大会結構1人で投げたりとかしてるから、やっぱりマウンド度胸だとかついてるとは思うけどね、それでもやっぱ未知数だからね、本当にここら辺、さっきの斉藤さんといい、アイリー選手といいね、未知数ですから。さあ、低めの球、打ってしまった、これがピッチャーゴロ、これをファーストに送って、スリーアウト、金子高校、この回0点です。さあ、3回の裏、中島水産高校の攻撃、11番レイナ選手と打順が回ってきております。さあ、内野外野超前進守備の中、バッターボックスとなっております。レイナ選手打ちたいところ、外野の頭を、これはツーベースの夢じゃない。さあ、2球目外れてボール、失礼しました、初球が入ってますので、これでワンワンですね。さあ、岩崎選手、ふわっとしたボールを投げていく。さあ、ヘッドポジションから。さあ、これが吸ってしまって、ストライク。さあ、これで追い込まれました、レイナ選手。しっかりと次の球は臭いところを当てていって、甘い球を打ちたいところ。レイナ選手もね、最近打てるようになってきましたから、ただ最近ちょっと悲鳴がね、なんかたまに聞こえるのが多いんですから、そういうところがね。しっかりと自分のスイングで満足いくスイングでね、打ってもらいたいですよ。さあ、3球目が外、失礼しました、外に外れてボール、高め見逃しボール。さあ、しっかりと見てますね。でもね、昔見て振らなくなったね。あれ多分昔だともうプッと振って三振ですよね。さあ、ピッチャー投げた、これが当たらず三振、岩沢選手ここで三振。さあ、先頭バッターを三振に仕留めました。さあ、しかしバッターボックスにはこれまた怖い選手来ましたね。中島水産高校、ホームランキング丸尾選手がバッターボックスへと入ってきております。さあここは怖いところ、若干守備も引っ張りたい系となっております。さあ初球が低めに外れてボール。怖いバッターですね。丸選手は怖いですよ、本当にね。やっぱりプルヒッター、典型的なプルヒッターですからね。東国野さんも全部引っ張りますからね。さあ2球目外れてボール。だからね、ロジャーズ選手が技巧派ピッチャーですけども、やっぱりどこでも引っ張るような選手はピッチャーからして怖いんですよね。どこ投げても振っちゃうんで。高めを振ってしまった。しかし田中選手取れない。ファウル。もったいない。これはもったいないですね。いやもったいないね。やっぱ古選手ですから、ああいう高めに投げちゃうとやっぱり振っちゃうんですよね。打てそうだと思って。今ね、こういい感じに丸尾選手ボン出してくれましたけど、田中選手飛んでなかったですね。もったいなかったですね、今はね。さあ気を取り直して投げた。さあ低めに回ってるが、これがサードゴロ。斉藤選手投げてファーストでストライク。これツーアウト。いややっぱ引っ張りましたね。いや、あのじゃやっぱ引っ張ったね。やっぱり低めでね、外側の外の低めだったと思うから、やっぱちょっと若干打ち損ねてサードゴロになっちゃったね。丸尾選手もね、ちょっとね、やられた感がありますよね。ちょっとまあさっきのファーストフライでちょっと気が抜けたのかなってところがありますよ。さあ、中島水産高校、先頭バッターに戻って松田選手。さあ、これを初球当てる。しかし、ファール。これがファールとなります。さあ、松田選手、ここは1本打ちたいところ。もうなんか最近、ランニングホームラン狙ってますからね、ずっとね、松田選手は。狙ってるよ、この前もね、先頭守ってたらね。なんかすげえ来てましたもんね。来ましたよ、この前の打球、早かったんですよね。もうなんか左中間狙ってるのが結構ひしひしと伝わってたんで、やってたら本当に2回ぐらいですかね、来まして、いやー、打球早かったですよ。さあ、低めの球振ってしまった、これがセカンドゴロとなるが、セカンドしっかり取って、グラブトス、しかしこれが届かない、中島選手、失礼しました、金子選手。バットの先で回転のかかるボールを必死に前進し飛びました。しかしグラブトスがなかなかうまくいかず、これがセーフとなります。さあツーアウトからランナーが出ました、中島水産高校。さあ工藤選手、ここで怖いバッターまた来ましたね。さっきのプルヒッターのホームランキング丸尾選手とは違ってね、本当に技巧派バッターですから、こちら本当にこういう状況大好きですからね、黒さんね。さあ岩田選手が再三にわたる牽制をして盗塁を警戒をしております。さあ松田選手、死に走っても抜き取ったセーフ、どうするか。さあこれが初球でおっと走ったが、田中選手、これが送球が間に合わず一塁ランナー悠々とセーフ。さあ得点、失礼しました、ランナーが得点圏へと入ってきております。さあ工藤選手、先ほどのように打って点を出たいところ。さあツーアウト、しっかり抑えたい金子高校。おっとここはバントのセーフティー。さあ岩沢選手がこれを取らない、サードが取るが、これが遠きかずセーフ。しかしランナーがここで挟まれるか。さあサードがいず投げられない。意表をつく工藤選手のセーフティーバントが成功。これでツーアウト1、2塁。まだまだチャンスは続く。しかしランナーが今3塁出てたんですかね、ちょっと見えなかったんですけども、丸尾選手投げようとしたんですけど投げれず、結局1、3塁という状況になってしまいました。いやーやっぱうまいね、うまいよ。さあツーアウト1、3塁の場面、工藤選手が走ってくるでしょう。さあ面白い場面となっております。さあ最大のピンチ、金子高校。さあこれが低めに外れるが、おっと投げない、これをピッチャーに返球するだけ。さあサードに返球、サードに送球するが、これもセーフ。これでツーアウト2、3塁の状況となっております。さあバッター菊池選手、打って点を返したいところ、そしてそれを阻止したい金子高校。おっと、これ低めのスライダー打ったが高めに浮いてしまった。これをショートが取った。チャンスでしたが点は入らず。さあ回が変わり4回の表となっております。金子高校の攻撃はこの回7番船木選手へと変わっております。さあ初回のあのミスの得点と打線が入っての得点、3対2のまま点がこう入らず、両者ともに膠着状態となっております。さあこのままどういう流れとなるのでしょうか。さあ船木選手がこれ上げてしまいキャッチャーフライ、これでワンアウト。高橋さん、なんか若干中島選手になってから膠着状態となってますね、両者。そうだね、岩沢選手のねやっぱ打ちあぐねてるっていうところもありますけども、やっぱ中島選手があの後ねばっちりと流れを断ち切ったっていうところもあるんですかね。さあこれ高めに振るがこれはファウル。まあ1点は取られましたけど、あそこでちゃんと中島選手が断ち切ったことで。まあ、最終失点でね1点で抑えて3対2でそのまま膠着状態ですから、やっぱりまあ流れが今どっちつかずっていうところなのかなと思います。さあ低めのスライダーですかね、今の終わったやつ。おっとセカンドのレイ選手取れない、これがポテンヒットならぬ。さあこれでワンアウト一塁とランナーになりました。金子高校、このランナーがかえれば同点となります。さあバッターボックスにはピッチャー岩沢選手が入っております。さあ1点返したい、1点返して同点にしたいところ。さあゲッツーだけは避けたいですね、ここは。そうですね、ゲッツー避けたいね。さあ初球決まってストライク。やっぱね今いい流れで来てます。本当に流れがね今ねどっちつかずの状態ですから、本当ちょっと些細なことで流れって本当に傾きますからね。さあ2球目外に外れてボールだからね、ここはね、今もね、だってポテンヒットで、今取れそうな球でしたけど、やっぱ取れずにポテンヒットになっちゃいましたから、これで点が入ったりすると、本当ガクッと変わりますからね、状況が。さあ、3球目、外のスライダーを打つが、これがファールボール。さあ、低めのスライダーをうまく岩崎選手が打ちましたが、これがファール。さあ各選手一塁ランナーが元に戻っていきます。さあしっかりと抑えたい中島選手、中島高校、中島水産高校。さあピッチャー構えて高めにボールが、変化球が抜けてボール。さあキャッチャー工藤選手がそれを必死に止めております。いや工藤選手もね大変だろうね、いろんなピッチャー取ってますから大変ですよ本当。さあこれストレート、どれがちょっと甘く入ったと思ったが打ち損ねて、それがサードフライ。さあこれでツーアウトとなりました。さあこの回も0点に終わってしまうのか金子高校。さあここで10番時任選手がバッターボックスへと入ります。さあなかなか打ちあぐねている中島選手を打ち上げねている金子高校。初球が外に入ってストライク。さあこのバッターで抑えたい、抑えて次の回に流れを呼びたい中島水産。さあ2球目変化球、しかしこれが打たれる、レフト前ヒット。久々の快音、時任選手、外のスライダーをうまくレフトへと持っていきました。これはうまかったね、若干やっぱね、甘めに入ったのかなと思ってたけど、やっぱりぐっとこう切れてますから、そこをちゃんとしっくり打ってますからね、うまかったね、今ね。さあ、ここで選手権監督、金子君、初球、外、高めのストレートを振ってしまい、ストライク。さあ、チャンスの場面、打って返したい。同点にしたい。2球さあスライダー外れてボール。さあ白熱する場面、3対2、決勝にはふさわしい状況となっております。膠着状態抜け出したい。アート。さあこれをカットしてボール、失礼しました、これをカットしてストライク。さあ膠着状態を抜け出すのはどちらでしょうか。うっとうしいね、ここね、思い乗せてね、バシッと打ってもらいたいよ。高めに外れてボール。さあ緊張の場面、張り詰めた空気が球場へを包み込んでおります。さあ次はどんな球を投げるのか、中島選手ストレート、しかしこれが伸びる、いやーしかし切れてファール。さあ食らいつく金子選手、抑えたい中島選手の思いが今激突しております。軍配はどちらに上がるのか。緊張の一瞬。さあ投げた、ゴロドラル、あっと二塁ランナーという試みるが、さあセカンドランナーサードでアウト、スリーアウトチェンジ。さあまさかの展開で回が変わってきています。4回の裏、先ほどはツーアウト1、2塁の場面でしたが、セカンドランナー、ファーストランナーのダブルスチールでサードでアウトならにチェンジとなっています。さあこの回ピッチャー変わって中島水産高校、失礼しました、中島水産高校ピッチャー変わって金子高校ですね。金子高校ピッチャー変わって矢田部選手がマウンドへと上がっております。さあしっかりと点を取りたい、突き放したい中島水産。さあこれをスイング、ストライク。さあこの回からはまたしても技巧がピッチャーの矢田部選手ですね。同じようなフォームですからね、岩沢選手と岩沢選手よりも矢田部選手の方がスリークォーター気味なんでしょうか。それではね、岩沢選手はほら若干こう森福のように体をひねらせてサイド気味に投げるピッチャーですから、ね、さあこれが外に決まってストライク、矢田部選手三振を1つ取りました。さあ江坂選手悔しい表情を浮かべながらベンチへと帰っております。さあここで5番島野選手へと打順が変わります。だからねやっぱりちょっと若干逆に矢田部選手はこうオーバー気味に投げてスローフォーター気味に投げてるからね、若干翻弄気味されるんだよね、だったでしょう。さあ初球スローボール、これが外れてボール、やっぱり若干こうバッターとしては逆にね打ってなる時があるんじゃないかね。さあ高めに外れたボール、これを石丸選手が当てに行こうとするが外れてストライク、当てられずにストライクとなってしまいました。さあこの回しっかり抑えたいところ、矢田部選手。さあ構えて、さあどんな球を投げるのか。さあこれがスイング、ストライク。さあバッターを翻弄する矢田部選手。さあしっかりと点を与えたくない、しかし中島水産この回点を取りたい、外に外れてボール。さあ両者意地と意地のぶつかり合いとなっております。白熱した状況、3対2。じゃあ外に構えて、これが低めに決まってストライク、判定ストライク、三振、2者連続。さあバッターボックスでは夫婦対決となっております。キャッチャー金子、そして大統領カナ選手がバッターボックスへと入っております。さあこの回3者連続となるか。さあスイング、ストライク。さあ金選手当てると飛びますからね、飛ぶからね、飛ぶんだよね、本当飛ぶんだよね、怖いんだよ。さあっとこれがピッチャーゴロ。さあしかしピッチャー渡部選手しっかりと取ってからこれをファーストへ送球、アウト。この回3者凡退となります。さあ5回の表へと打順が回ってまいりました。さあこの回、先ほどのバッターボックスにいた金子選手はそのままバッターボックスへと入っております。さあ初球、おっとこれを痛打、巻いたまレフトの頭を越える、金子選手走る、金子選手走る、回る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 、さあここでレフトが今ボールを取るが、さあこの間に二塁をまたボールの返球が来るが、どっと返球に間がミスってる。さあ今サードへ戻ってきた山田選手、投げるがボールが入ってこない、ホームイン、金子選手連続ホームラン、ここで同点、なんということでしょう。中島選手、ここで甘い球を痛打される。いや金子ぶったね、今ね、甘い球だったけどね、いやよく打ったよ、今そのままランニングホームランだからね、まあ、中堅ミスっちゃったけどね、本当中島選手ももったいないけど同点、熱いね試合が。さあ初球が決まってストライク。さあなんと決勝大会5回まで来て、6回までですけども5回まで来て同点、これはなかなかない白熱した戦いとなっております。さあ2球目外れてボール、まさかここでランニングホームランで同点とは思わなかったですね。いやーすごかったね、飛んだね、レフトもね若干前に守ってたからね、もうその頭を越えられちゃったらね。さあ矢田部選手、高めの球振ってしまうが、これがピッチャーゴロ、これでワンアウト。まあね、まあなかなか裏をついたというよりかは本当にいいところだっていうところだね。本当にやっぱり危機迫るものがあったんだね、金子君にはね。さあ同点となったこの回、このまま逆転といきたいところ、金子高校2番近藤選手がバッターボックスへ入ります。初球これを振ってスイング、ファウルボールとなります。さあこれ以上点を与えたくない中島水産、2球目これをスイング、サードゴロ、丸尾選手が取ってファーストへ投げる、これが取ってアウト、これでツーアウトです。さあ点を取られた後ですが落ち着いている中島水産、点は取られたくないところ。さあここで3番小山選手とクリーンアップへと上がっています。さあどういう状況となっていくのでしょうか。さあ同点となった場面、動揺しているうちに点を取りたい金子高校。初球外に外れてボール。さあなかなか打たれない中島君ですが、打たれてしまいましたね。やっぱり厳しいとこ投げてたところで、回の初めの初球でね若干ストライク取りに来た、お気に入った球がね当たったところで、さあ青山選手ボールを引っ掛ける、これを阻止するが、おっとボールがそれる、その間青山選手二塁が走る、二塁が空いてる、ボールが返ってくるがこれがセーフ。大山選手ボールを引っ掛けてしまいサードゴロと思われましたが、丸尾選手が送球をここのミスの間にボールがそれてしまい、その間に大山選手が2塁へと進塁、この回得点圏、ツーアウトですがまたチャンスがまくってきた金子高校、ここで4番松尾選手、ついてるね、ここいってほしいね、打ってほしい4番。さあこれが決め始めてボール。さあツーアウト、ランニングホームランで点が取られましたが、ツーアウトまでこぎつけましたが、ここでランナーが二塁へ進んでしまった。じりじりと歩みを寄せる金子高校、おっとこれがマウスに当たる、後方へファンブル、ランナーが三塁へ行ってしまった。これは外野へボールを運んでしまえば1点打ちたい金子高校。いやーついてるね、本当に今もう流れがね全部金子高校来てるよね、本当になかなかないですからね、あんな跳ね方するボールも今ベース当たってましたからね、もう絶対、はい、さあ1点取りたい、高めに外れてボール。さあどうなる展開がどうなる、点が取りたい金子高校、ここで逆転したい。抑えたい中島高校。高めスライスレート、外に決まってストライク。さあついに均衡が3対2から3対3へと変わっています。内に決まってストライク、フルカウント。さあどういう状況となるのでしょうか。逆転するか金子高校、抑えるか長島水産。サインの交換がおり、何で投げる。外のスライダー、これを引っ掛けるか、これがファール。さあ粘ります夏尾選手。緊張するね。見てる方も緊張するよ。本当にやっぱりレベルの戦いだね。決勝すごいよ、本当にすごいよ。さあどっちが勝つか。おっと、これがボテン、ボロボロのボテンがサードが投げたが、これも送球される。その間にサードランナーがセカンド。ここで金子高校逆転。中島水産逆転される。意地と意地とのぶつかり合い、緊張の中で送球ミスが出てしまった。まさかの展開ですね、高橋さん。いやー、2球飛んだね、サードに。ミスした丸さんのね、ところにね、2球も飛んで、2球も送球ミスですから、いやー、恐ろしい、本当に恐ろしい。さあ、ラストランナー投げるか、おっと、これが送球ミス、センターへと転がっていくか、これがランナー進まない。さあ、まさかの展開で逆転しました、金子高校、6回までとの攻防となっております。さあここでもう1点取って突き放したい5番斉藤選手。投げたストライク。さあ高めのボールを振らせる。いやもうね、解説とかしてる暇ないですよ。これもう本当発熱すぎてどうなるか分かんないですからね。いや逆決まるストライク。ここは意地を見せた中島水産。内角の変化球でストライク、三振。しかし金子高校逆転。さあ逆転したその後の回が大事と言いますが、この回5回表に逆転した金子高校、このまま一気に優勝へと行きたいところです。高橋さん、金子高校逆転しましたね。逆転したね。いやさっきの回すごかったね、本当にね。金子君がね、初球打ってランニングホームランで同点、そこからツーアウトまで取ったけどね、その後ミスでね2回も点が取られちゃったからね。いやこんな状況になるんだね、なかなかないですよ。さあしっかりそう抑えたいところ。これが低めにつれてボール。さあバッターボックスには山崎選手が入っております。さあここは打ちたいところ、点は返したい。高めに外れてボール。さあ入らない。さあ筋肉打法でしっかりと点を取りたいところ。打って返したい中島水産。これが詰まってストライク。ギリギリのところです。山崎選手ね、内角来たら打ちますから。本当に内角が来ない。外に決まってストライク、フルカウント。さあ緊張の糸が張り詰めております。さあ何を選ぶか。スイング、しかしこれは当てただけ。サードゴロ、サード送球して、これでアウト。ワンアウト。しっかりとサードゴロに取りました。さあ先頭を切りました中島哲也、失礼しました金子高校。さあ優勝の文字が見えてきました。あと2回、あと5人抑えれば金子高校悲願の優勝となります。さあここでしかし立ちはだかるはダークホース中島水産、8番中島水産のギーザコート中島選手。さあ初球これをスイング、しかしこれがファール。さあどちらに軍配が上がるのでしょうか。4対3というロースコア、1点差の攻防が続いております。さあ2球目高めを振ってしまった、これがピッチャーゴロ、ピッチャーしっかり取って送球、これで2ストライク、残り4人、悲願の優勝まで残り4人となりました。いや金子こここのままいってほしいね。もう流れ来てますからね、もうあとはもう抑えるだけですから、本当にあと目の前の相手を抑えるだけですからね、あと4人ですよ。さあバッターボックスにはヨッチン選手が入っております。頑張ってほしいね金子ここ、でも本当に最後まで分からないからね。初球外れてボール、本当に野球っていうのはね最後まで分からないですから、9回裏ツーアウトだと言いますけどね、本当に一時でも抜いた方が負けですからね。本当ですね、気を抜いたところで食われる、それが勝負の世界ですからね。本当に最後までドキドキの展開が続いています。さあ2球外に外れました。3球目高めすってスイング、さあどんな展開が待ち受けているのでしょうか。さあピッチャー矢谷選手、この回3人で抑えたい、これもすってスイング、さあ追い込みましたよっちん選手、さあ打って出塁したいところ、ピッチャー投げた、外に外れてボール。さあ緊張する場面、三者凡退で抑えたい金子高校、外の球打ったがこれがセンター取ってアウト、スリーアウトチェンジ、金子高校悲願の優勝まであと1回。さあ金子高校は悲願の優勝に向け残すは最終回となっております。さあマウンドにはサファテこと丸尾選手が上がっております。さあこの回点を取って優勝へと大きく一歩前進したいところ。さあとアリ選手が高めの球を振ってしまい、これがショートゴロ、失礼しました、ショートフライ、これでワンアウト。さあサファテこと丸尾選手初回2球で先頭バッター切りました。さあバッターボックスには船木選手、初球をスイングするがこれがならずスイング。さあ高橋さん、この決勝大会も残すところこの6回最終回となりましたね。いやここまでね4対3でしょう。いや分からないね、これ本当に最後サヨナラなんてこともあるからね。ここはできればね、金子高校本当1点だけじゃなく2点3点ってね、土曜日の点数取ってもらいたいところですよ。さあどんな状況となるのか。さあこれも低め外れてボール。やっぱりね本当に野球はさっきも言いましたけども何が起こるか分かりませんから、そんなところを考えるとね1点じゃやっぱもの足りないですよ。本当に流れはやっぱり今金子高校に来てますけど、何があって変わるか分からないですからね。ピッチャー変わったりだとか守備が変わったりだとか、そういうところで本当に流れ変わります。さあ低めの球打ってしまった、サードゴロ、これを送球、サードゴロ、ツーアウト。さあ中島水産も裏の攻撃に向けて今順調にツーアウトまで来ました。この回三者凡退で流れを作りたい。さあバッターボックスには8番田中選手が入っております。さあしっかりとこの回三者凡退で抑えたい丸尾選手、初球外れてボール。いやもう本当ドキドキですね高橋さん。いやもうドキドキだよ、ね、さっきも言ったけどもうなんかこの話しかしてないけどさっきからドキドキすぎだよ、なかなかないよこんなねドキドキする試合。いやすごいよ、太陽も眩しいしね、いや眩しいですね、本当に眩しいんですよねここから見ると。さあこれを振ったがこれがファードの方に行きました、これがファール。さあ緊張の場面が続く。三者凡退で抑えたい。点が取りたい金子高校。高めの球を振るが、これがファール。予知に当たりそうでしたがファール。さあどんな状況が待ち受けているのでしょうか。おっと外の球当てるが、しっかり中島選手取って、これをサードからファーストへ送る。スリーアウトチェンジ。中島高校最後の望みをかけて、悲願の優勝に向けて最後の攻撃へと移ります。高橋さん、ついにこの決勝大会も残すところこの回となってしまいました。延長がなければこの回で終わりです。スコアは4対3。金子高校右切りを張るために守護神小山選手を守り上げてますね。いやフォークボールですね、小山選手。ただね、たまにね乱調しちゃいますけど、もう本当に逃げ切りかかってますよ。さあ低めの球振るが、これが当たらずスイング。追い込まれた古川選手。金子高校ね、もう廃校が決まってね、もう来年から出れませんから、最後ですからね、本当悲願の優勝旗を持ち帰りたいですよ。さあ3球目、高めに外れてボール。だよね、さっきも言った通りね、やっぱりピッチャーが変わると流れが変わりますから、本当にわからないですよ今回。中島高校も流れを掴んでね、ここまで来たようなもんですから、本当一瞬で流れを持ってきますからね。さあ2球が外れて、これで 2-2。 さあどんな結末が待っているのでしょうか。マウンドで喜ぶか金子高校、逆転サヨナラか中島選手。あっとこれが当たってしまう。なんと先頭を出してしまった金子高校。古川選手デッドボールに手見ながらも満面の笑みでファーストへ向かってきます。さあファーストランナーが帰ればなんと同点。逃げ切りを図りたい金子高校、ここはゲッツーといきたいところです。なんかね、若干ね、ただここでバッターボックスレイナ選手ですからね、打ててないですからね。いやーでもここで打ちたいですよ。さあ初球、これが外れてボール。さあ白熱した場面となってまいりました。ゲッツーを取りたい金子高校。2球目、これが決まってストライク。さあ古川選手は走ってこない。3球目、高めに外れてボール。さあ小山選手投げ上げている。さあどんな結末が待っているか。あっと打った、これがサードゴロ。2塁へ投げてこれがアウト。1塁投げてこれがアウト。2アウト。悲願の優勝まであと1人。来たね、このままいってほしいね。2アウトどうなのかね。いや分からないよ、分からないよ。さあしかしここでバッターボックスにはホームランキング丸を、ここで一発すれば同点。分からない、最後まで分からない。9回裏ツーアウトですからね、分かりませんよまだ。さあ初球、高めに外れてボール。さあ綾瀬グランド冬の決勝大会どうなる、結末は。2球目打った、これが伸びる、センターバー。走る、これがセンターに取ったが、バルー選手は2塁蹴った。3塁が来たが、電球が返ってこない。スリーベースヒット、バルー選手が頑張りスリーベース。6回裏ツーアウトからスリーベースヒット。いやー打ったねー、バルー選手打ったねー。いやー違うよ、ホームランキングはそこで長打出ないよ。低めの球をアッパースイングでセンターオーバー。土壇場で、土壇場で起死回生の一打。さあ状況が分からなくなってきた。6回裏ツーアウト三塁、一打出れば同点。初球高めに外れてボール。さあホームランキング丸尾選手がセンターオーバーのスリーベースヒット。全く状況が分からなくなってきました。どうなる。2球これをスイングストライク。さあ分からない状況。サードの丸尾選手が帰れば同点、延長戦へともつれ込みます。ツーアウトまで来た。あと1人、金子高校悲願の初優勝なるか。3球目ストライク。さあ追い込まれた。ツーアウトまで来て打たれたね。でも分からないねこれはね。本当にやってもらいたいです。でも本当にさあどっちに勝利の女神を微笑むのか。投げた高め振れず、これは振ってない。安定高め外れてボール。さあ緊張の場面、どこにボールが飛ぶかわからない。三振で終わるかわからない。一体どうなる決勝。投げた低めに外れてボール。いや審判も見るね。いや怖いよねこれね。本当にね緊張の一瞬ですよ。もう一歩間違えれば本当同点ですからね。さあどうなる。それが高めに外れてボール。逆転のランナーがファーストへ行った。さあ6回裏ツーアウトから丸尾選手がセンターオーバーのスリーベースヒット。これでツーアウトまで追い込んでいた金子高校は一気に同点のチャンスへと持ち込まれてしまう。そしてフォアボールで一塁には逆転のランナー。バッターボックスには工藤選手。さあどうなるか。あっとランナーしたここで盗塁。しかしキャッチャー投げれない。ツーアウトに三塁、逆転サヨナラのランナーが二塁にいます。白熱した冬の綾瀬決勝大会、なんと6回裏にドラマが待っていた。どうなる。打ったー。これは抜ける。センター前、センターからの送球がホームに帰ってくるがセーフ。中島水産逆転サヨナラ。工藤選手の石田はセンターへこれられ、返球が戻っているがタッチはできない。中島水産逆転サヨナラで初優勝。なんという劇的な幕切りでしょう。いやー待ってたねドラマがね。最後にうわーこんな試合は近年まれに見るよ。最後までいやー楽しませてもらいました。中村さん本当に今年はすごかったですね。いやーすごかったです。初回からあれだけランド戦になるのかなと思いきや同時戦になり、最後は逆転サヨナラですからね。いやーないね。いやー本当に今日はありがとうございました。またね、どっかでお会いすることをその時はお願いしますよ。高橋さん本当に本日はありがとうございました。高橋さんと一緒にこのような解説ができたこと本当に誇りに思っています。また来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは皆様本日は一日ありがとうございました。またどこかでお会いできる日を首を長くしてお待ちしております。本日の解説は高橋さん、実況は私中村でお送りさせていただきました。皆様良い1年をお送りくださいませ。